アフタートーク15分から20分ほどお付き合いください。今日も野沢さんと一緒にお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ配信されてる？されてるのかな。はい、されてますね。あ、すみません。ジョイスポアフタートークは県外の方も見てくださった。音流れてる。はい、ジョイスポアフタートークは県外の方も見てくださっているということで、はい、ちょっと説明しますと、はい、NST では毎週月曜日から金曜日の午後6時9分から NST ニュースタッチというニュース番組を放送しています。その中で毎週月曜日に野沢さんと一緒にジョイスポというスポーツコーナーを担当しています。はい、今日はね、昨日3対なんかすごい下からアングルだね。そうですね、確かになんか恥ずかしい。確かに下からって結構恥ずかしいですよね。なんか恥ずかしい。斜め45度ぐらいから撮ってほしい。違う仲間だと思ったのに違いました。はい、今日はね、早速、はい、昨日栃木に3対0で勝って ね、はい、勝ちましたね。いい後半戦のスタート切ったので、アルビの話題からいきます。はい、お願いします。いや、野沢さんどうでしたか、昨日の試合は。いや、昨日の試合は快勝でしたよね。はい、うん、もうめちゃくちゃ気持ちよかったです。まあ、結果もそうですし、内容も良かったな。最高でした。なんか本当にこう盛りだくさんすぎて、原稿も悩みに悩みましたね。うん、書きたいことが多すぎて。3対0野沢さん、予想スコア何でしたっけ？予想スコア、いや、僕は3対0と予想スコア何でしたっけって、その振り、ね、あれ、そう、なんかさ、もうちょっと上手い振り間違えましたね。ダメですね、なんか今日ダメだな。今日はダメなの。まあ、今日は調子悪いね。まだ明るくてね、はい、まだ明るいとね、やっぱりね、アフタートーク感がちょっとなくてね、オッケータイムじゃないよね。はい、まだちょっとタイムじゃなかったですね。はい、昨日ちょっと野沢さんとの連絡を取っていて、野沢さん、あ、違う、この話していいんですかね。どう、ちょっといい。今聞くのやめてくれる、その事前に言ってくれる。そうだ、それまでの流れがあった。私が昨日の朝タクシーを止めたんです。そしたらアルビタクシーだったんですよ。アルビタクシーありますよね。はい、あれ調べたら県内で1台しか走ってない。1台しか走ってないですね。ですよね。うん、でそれに朝乗って、で運転手さんと今日の試合どうかな、勝つかなって言ってて、うん、で野沢さんに、なんとアルビタクシーに乗りましたってラインを送っていうラインが来たからね。そうって、いや、すごいなんかいいことがありそうって思って、いいなんかこう幸運ありそうって思っていて、うん、さあ野沢さんに、今日は 3-0 で勝つなって返信が来たんですよね。そうですね、当たりましたね。当たりました。すごくないですか、そんな。いや、俺割と今シーズン結構当たるんですよ、スコア。予言者ですか。結構怖いんですけど、な、確率で当ててることが多いですね。なんか分かんないですけど、今年のその雰囲気とか、はい、試合の流れの、まあ、タイミングとかそういうのを見て、この試合はこれぐらいでの展開になりそうだなっていうのが、なんとなく今シーズンよく当たるっていう、まあ、だけの話ですけどね。3点目入った時になんかこう違う意味でなんかゾワって しました。当たると思って。3点目入った後の気象の PK はどう思いました。はい、いやいや、それもね、はい、まあ、運も味方してくれたっていうことですよね、昨日は。いや、まあ、正直ね、うん、まあ、3点、4点ぐらい取ったら気象に1点こう取らせてあげたいというかね、うん、なんかまあ凱旋して、そうか、非常にもいいとこ、こうみんなに見てもらいたいなって思ってたんで、うんうんうん、あ、PK だったらこれはまあしょうがないと、気象君取られてもいい、最高だわと思ったら外すからね、気象、はい、それが気象です。いや、でも野沢さんならではのこうね、はい、野沢さんしか言えないでしょうから、そういうことは。でも言えますよ。いやいやいや、昨日は、はい、昨日一つの、まあ、大きな希望としては、はい、福田選手が先発として戻ってきたっていう、やっぱり大きいですよね。大きいですよね、はい、本当に、まあ、前節のジュビロから、うん、すごいな、もうちょい横出すのかな、切れてるから、はい、福田選手ね、ここ、はい、
クター選手、はい、前節のジュビロ戦途中出場で出てきましたけれども、はい、本当8ヶ月のブランクを感じさせない非常にいい動き、いいこう体のキレというかコンディション良さそうだなっていう感じしますよね。復帰してすぐフル出場っていうのはこうどうなんですか、選手としては。どうですかね、まあ、やっぱりな長いリハビリ後は非常に、まあ、不安っていうのもあるし、非常に緊張することもある、まあ、僕もちょっとね長いリハビリしたこともありましたけど、それで出た復帰戦は非常に不安もありやっぱ楽しみもありっていう、またこう新鮮な気持ちで試合に臨みましたけど、なんか全然不安なさそうな完璧なプレーやってますね昨日もね。なんかこう前十字靭帯のこうリハビリも、リハビリとあのこうトレーニングの様子を SNS などでこう配信されてるのをちょっと私も見ていたので、はい、こうなんかその努力があったからこそやっぱりああいうプレーがピッチですぐできるんだなって感じましたけど。いややっぱ前十字靭帯断裂っていうのは、もうサッカー界の中で、まあ、サッカー界だけじゃないかもしれないけど、本当に一番重いランクの怪我なので、リハビリの期間も8ヶ月かかるし、それを克服して復帰してあのプレー素晴らしいじゃないですか。リハビリを相当頑張ったんだなっていうのが分かりますね。ちょっとあのそんな福田、はい、ちょっとあの福田選手に関して私も気になったデータがあったので、はいはい、勝手に持ってきちゃったんですけど、何でしょうか、いいですか。勝手に持ってくるのやめてもらっていいですか。ちょっとあの持ち込み企画みたいな感じでね、はい、ちょっと事前にいいですか、はい、こちらね見えますかね。見えないですか。あ、野沢さん教えて、はい、まあ、およそ8ヶ月ぶりの復帰ということでちょっとこうデータを見てみたんですけど、まあ、昨シーズン福田選手が離脱してからの成績が2分け7敗1勝、うん、昨シーズン、はいはい、まあ、福田選手が入ることによってかなりゲームがこう、まあ、ゲームメーカーじゃないですけれども変わるのかなって思いもあったりして。2分け7敗1勝って面白い書き方するよ。1勝2分け7敗ですかね。1勝7敗2分け、まあどうでもいいか、ね、1勝しかしてないっていうことですよね、ま、そうですね、7敗ってところがちょっとで、あの高木選手もね昨日、はい、まあ、あの福田選手だったり甲、うん、選手がね、うん、こう自分が無理にターンして、まあ、ターンせずに落とせる位置にいてくれたので、うん、自分に来るプレスを回避してきた、まあ、いつもよりも、はいはいはい、うん、こうあのファールを受ける回数が少なくてすごく負担が減ったっていう風なお話をされてたんです、うん、そうですね、はい、なんかそう考えてみると昨日あんまり吉明がファールを受けて倒れてるシーンは少なかったかもしれないですね、はい、うん、その辺はやっぱり福田選手が入ることによってその辺にも顔をしっかり出してくれる。そうですね、もうやっぱあの福田選手の良さは豊富な運動量、うん、守備の時はなんていうんですかね、もうどこでも顔を出して左右ボールを奪う、うん、でそこから攻撃に行った時にサポートで、で吉明の近くにいることができるくらい吉明がワンタッチで落として、あ、ワンタッチツータッチでポンポンと落としてもう一回違う展開に持っていってまたもう一個一つこうラインを上げることができる。あ、やっぱその距離が5人ずつの距離が遠いと一つボールを持ってまあなんとかしないとね、例えばこう持ってボランチの上がりを待つ、でこのタイミングにファールされちゃう。あ、なるほど。だけどこの福田選手が守備で攻撃に移った時にスッと早くサポートにいるからテンポよく落としてでまたゴール前の方に行ける、その間にサイド展開する。なるほど、もう上がりを待たずにここにいてくれるからこう高木選手もこう攻撃陣も攻撃に、そうそうそう、だからもう本当に切り替えが早いってことですよね。なるほど、ちょっとその辺注目して次節以降も見ていきたいなと思うんですけれども。見てください、はい、ちょっとコメントたくさん来てるのでちょっと紹介しますね。
え、何ですか？無限美女からオケ屋さんのファン。え？スーパーチャットありがとうございます。あ、そんな方ありがとうございます。無限美女からオケ屋さんのファン。無限美女。何でしたっけこれ？お金の何でしたっけ？投げ銭？あ、投げ銭。投げ銭ありがとうございます。ありがとうございます。ジュース買います。野沢さん、はい、選手が、あ、現役時代 PK 失敗した選手にどんな声かけるんですか？シティマリナーズさん、気象さんと話されましたかとか。そうですね、し、どんな声かけるか、うん、まあその場でキーパーって遠いじゃないですか、外した時、はいはいはい、試合中にかけ声かけるとしたら、まあ、例えばそのフォワードが、まあ、フォワードだけじゃないけど、うんうんうん、PK 蹴るのは、はいはい、まあ、試合中にセットプレーとかちょっとこう自分に近づいてきた時に、まあ、気にすんなよっていうような、あ、次のもう一回チャンス来るぞっていうような感じの声を出して、はいはい、やっぱそのプレーを引きずらないで、なるほど、次のプレーに集中させるっていうような声がけ、前向きなポジティブな、うんうんうん、って感じですね。試合終わった後は何外してんだよって大事なところだったやっぱ試合中と試合後とはまた違うから、ね、ああ、なるほど、はい、ピッチの上ではもうあくまでも式を上げるっていう。そうですね、やっぱり一つのプレーでこうみんな引きずるのは一番良くないの で、 そ、 うです、ね、そこでベストのプレーにこう選択できるような、うん、やっぱり声掛けとかは非常に大事ですね。なんかキーパー的にはどうなんですか？あ、こうやっぱね、キーパー的にも、うん、あの自分がミスしたりした時に声をかけられる、大丈夫ですよとか、うん、大丈夫大丈夫って言ってやっぱ声かけられると非常にこう気持ち的に楽になって、うん、一回落ち着いてまた次のプレーに行けるから、そういったコミュニケーションっていうのは非常に大事ですね。逆にあの相手選手にあるんですけど、あのチュララさんとか、はいはい、あと KYK さんから気象さんとは話しましたかっていう。あ、気象さんとはね試合前にちょろっとこう、はい、まあ、運営とかで相手のアップ場の前に行って、はいはい、チラッと見たらちょうど目があったんで、はい、気象と柳と、うん、また湘南で菊池大輔っていう選手も一緒にやったんですけど、じゃあ皆さん、まあ、3人で、あ、4人かな、でちょこっとこう喋って、どんな話するんですか？多分気になってると思います。いや、どんな話かな、別に何だろうな、なんか普段から話してるからそんな特に話すこと久しぶりですねみたいな結構あの、うん、あんまり深い話はまあしないですよね、試合前ですね。そう、まあ、いや、新潟強いですね、うん、調子いいですねっていうような話を、いやいや、そんなことないよ結構顔にやけてました今日は、はい、柳、お前の空回りする姿を見に来たぞみたいなねちょっとこうプレッシャーをかけて、いやいや、そこから戦時戦で始まってますから、はいはい、あ、そっか、そういうところから始まるんですね。始まるんですよ。でもあの PK といえばね、あの、まあ、小島選手も90分間、ね、ゴール守り続けましたけれども、いいプレーしてましたね、はい、あの後半横飛びでセーブしてましたね。あれ良かったですよね。あれすごく体も動いてるし、うんうん、今シーズン復帰してから非常に調子が良さそうに見えますね、はい、体のコンディションいいなっていうふうに思ってます、うんうんうん、今小島選手今シーズン5試合出てることになるんですけれども、うんうんうん、ちょっとあのこんなデータを用意してみました。はい、何でしょうか。じゃじゃん、じゃじゃん、小島選手のここがすごい、これなんですけど、ペナルティーエリア外のシュートセーブ率 100%。 ほう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 、まあ、まだあの試合数もあれなんですけれども、まあ、リーグ1位ということになっていて、小島選手、まあ、データで見てもすごいのが分かりますけれども。ということはエリア外から決められてないっていうことですか？そういうことです。素晴らしいですね、これは、はい、まあ、でも いろんな要因があると思いますよ。でこれでどれぐらいシュートを打たれているのかっていうのも大事だし、シュートを、ね、打たせてなくて守備が頑張って打たせてなくてこうなってるのか、もしくはシュートを、ね、打たせてるんだけどちゃんとこうコースを、ね、限定して止めれているのか、
いいキーパーほどシュートを打たせないっていうのはこう、まあ、鉄則としてありますもんね。まあ、シュートをやっぱり打たせないっていうことが一番大事ですからね、うん、はい、我々の時代はあの2000、まあ、2、3、4、5そこら辺の時はだいたい非シュート率が一番多かったです、はいはい、めちゃくちゃシュート打たれてたアルビ。それはつまりだけど失点は少なかったっていうことだから。カウンター狙い、まあ、カウンター狙いっていうのももちろんあるんだけど、シュートの、まあ、打たれても枠に飛んでこなければ意味がないよっていう ね、まあ、まあそうですね、こっちとしてみれば、うん、苦しい状況で打たしてるし、うんうん、まあ、ちゃんと限定して止めれるところに出してほしいっていうところなんで、なるほど、まあ、小島選手もだからそういう意味でディフェンスと多分コミュニケーションを取って、うん、こういうここら辺では打たしていいけど限定しろよとか、あ、それ連携が取れているからこそ、まあ、この 100% っていう数字が出るんじゃないですかね。まあ、これこのままシーズン終わりまでいってほしいですね、うんうん。ちょっとあともう一つ裏側ね、はい、ちょっとペナルティーエリア外のパンチング率 100% 何パンチング、ちょっともう一回一緒、ペナルティーエリア外のシュートセーブ率 100% リーグ1位、はい、ペナルティーエリア外のパンチング率、あれ、私セーブしてたらパンチングしてますよね。パンチングで止めてるのが1位、うん、リーグ1位。ペナルティーエリア外のパンチングしたらハンドだぜ。え、何これ、ペナルティエリア外でパンチングしたらハンドだからね。ペナルティエリア外からのシュートに対するパンチングがリーグ1、 100% でリーグ1。反対側はペナルティエリア外からのシュートセーブ率、まあシュートセーブ率 100% ってことは、まあ、あのパンチングしても100% なんですけど、はい、それもリーグ1位というのがちょっと気になったという、うん、これはちょっと、じゃあ次の話題じゃないんですけど、ね、はい、すいませんね、ちょっとどうしようかな、次の話題。でもほらそれこそあの高木選手だったしね。あ、そうそう、ね、よかったですね、高木選手の。何乙女みたいなどういう話自分のプラン崩れちゃってなんか 頭の中こんがらがっちゃったね。野澤さんはね、先ほどそんな大活躍の高木選手と、ね、あのひょんなことでお会いしたということで、え、ひょんなとこでね、あの今日ね、はい、今日急にそのなんか急にあれ、まあ、今日、まあ、僕も休みなので会社的にはね、はい、それで、まあ、街をちょっとこうふらふらしていたら吉明もいて、文也もいて2人にサインくださいって言ってこう声をかけたらびっくりしていたよっていう話ですね。怖くないですか、背後からサインくださいって。背後が一番怖いですよ。結構近いところから、はい、この辺ぐらいから行きましたからね。びっくりしたね。背後のケア、ね、早川選手も思わずできてなかったっていう、俺のやっぱり動きは読めなかったでしょうね。はい、あの、まあちょっとね、続いて大一番となりそうですけれども、はい、京都戦、中断前最後の京都戦、あ、そうですね、はい、について教えていただけますか。やっぱここは勝たないと、うん、ダメですね。そうですね、まあ、かといって、まあ、正直だよ、うん、負けても最悪、うん、負けても全然チャンスはまだこの時期の段階ではあるんで、うん、なのでもちろん勝ちには行くんですけど、まあ、本当に楽しんでこの状況でこういう順位でね、はい、戦えるっていうところを楽しんで、まあ、選手たちにはやってもらいたいなと、うん、で選手でこの人たちがみんな楽しんで、うん、サッカーが昨日のようにできたら確実に結果はついてくるかなと、うん、やっぱりこう上位の強いところに勝たないとっていう、まあ、サポーターそういう思いの方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱ楽しんで継続することがつながってくる。やっぱり楽しんで楽しんでっていうのはその、まあ、集中して自分たちがやりたいサッカーができる、うん、できてると非常にこう
やっぱりモチベーションが良くて楽しい感じができているし、やっぱその状況の緊張感とか試合の状況もあると思うんで、まあどっちかというと京都の方が負けたら入れ替わってしまうっていうプレッシャーは強いと思うんで、こっちは向かっていけばいいだけだと思うんでね。2-1ぐらいかな、予言者。じゃあメンバーってどうなると思います？メンバーはオキアの予想は、私の予想ですか。でも京都はねやっぱがっちり守るんで、結構やっぱシオンとかで引くんで、割と裏のスペースがない可能性もあるんで、もしかしたらだから シオンとか星とかでドリブルで仕掛けていくっていう戦術もあるかもしれないですね。相手の守備をこうどう打開していくかっていうところがまた、そうですね、まあ、やっぱりでもこの人ですね、キーマンはね、はい、ここら辺がまた大活躍してくれれば、そうですね、おのずと結果がついてくると。ちょっと外国人フォワードがちょっとね怖いところもありますけれども、また新加入、京都発表してましたね、はい、でも関係ないです、自分たちのサッカーですから。小木屋さん予想は？私予想は野沢さんに乗っかります。野沢さんに乗っかりますんで、乗っかっちゃった、はい、星選手と本間志選手で、こうサイドから切り開いていってほしいなという。戦術的な乗っかりなのね。あ、スコアまあスコアはですね、はい、どうしようかな、1-0で勝ちます。いいですね、はい、ちょっと引いて守るけど、うん、そこをこう勢いそのままに打開してゴール決めて、うちを守ります。あると思います、はい、行きましょう。あ、本当にあの投げ銭ありがとうございます。投げ銭本当に嬉しいです。ありがとうございます。誰からいただいたんですか？自分で言うのは恥ずかしいんですけれども、本当ありがとうございます。何か差し上げたいくらいなんですけど。ありがとうございました。あのおにぎりの話はまた、これはおにぎりの話もしちゃった方がいいですか？いや、次にしますか？おにぎりの話は次に永遠におにぎり次になる。また来たほら。ありがとうございます。無限美女からオケアさんのファン、もう連続でたくさんくださって、ありがとうございます。まあそれではね、来週はあるんだっけ？来週はあります。来週まではある、はい、来週もあるそうです、はい、では皆さん、はい、勝ってね月曜日迎えたいので、ね、あ、そうですね、はい、もうこれで京都でやったら一回中断なんで、はい、オリンピックもあるんで、はい、もう今京都戦しか見えません。京都戦とオリンピックしか見えませんから今、そうですね、はい、皆さんもあのいろいろ気をつけて見てください試合。あの感染対策とかもね、あの今いろいろ気をつけて、また感染者増えてますので、はい、気をつけて試合見てくださいね。そうですね、はい、まあ、アウェイですね、はい、いけるのか現地？いけるよね、うん、まあ、皆さんどう中気をつけて、はい、気をつけていきましょう、はい、それではお願いします。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。またね。